どうもバンです、ダイソー330円ぐらいだ3倍体ですけれども、証拠りもなくまた修理してきました。前回ね、琵琶湖に墜落してしまいましたね。で、今回ね、モーターマウントの位置をね変えてきました。こんな感じですね。でキャノピーなんですけども、もう新しくしました。3倍体なんでね、あともう2つキャノピーが残ってますんで、もう古いキャノピーはもう捨てまして、で新しいキャノピーにしてきましたね。で、こんな感じでここにインスタ360GO2 のカメラをぶっ刺して、でバッテリーはここという形になりますね。でプッシャー機にしました。こんな感じです。でこの構成はですね、実は10号機とほぼ一緒なんですよ。どうもバンです。なので必ず飛ぶはずね。でただ翼鳥がね、長いですね、全長に比べて。まあそういうところはあろうかと思いますけどもね、これで飛べたならばですね、やっぱりこんなところ、こんな前に、しかも上の方にプロペラをつけてたっていうのがやっぱりちょっと問題だったんだなというふうに思いますね。とりあえずこれでね、まずは滑空テストの方からやっていきたいと思います。はい、でもそうしましたら、まずはジャイロオフの状態で滑空テストからです。非常にいいですね。やっぱりその空気抵抗になるこういう上の構造物が、主翼の重心付近に来たことがいいんじゃないかなと。こんなところにやっぱりまず風に当たる部分が一番前にあったらね、しょうがないかなというふうに思いましたね。ちょっとだけ動力を与えてみます。ジャイロオフです。なんと右旋回しましたね。そのはず、ですね、10号機、アマゾン1000円グライダーのサイドスラストはこっち向けてるんですよ。でもそれはなんか理論とは違うんですよね。でだから今回サイドスラストはこっち側、斜め下左側に向けてるんですけども、そうすると右旋回しちゃいました。これやっぱ違うんかなね。やっぱり、理論と理屈がちょっと違うんかもしれない。もうちょっと、これこっち側にした方がいいんかもしれないですね。今はちょっとできないですけどね。とりあえず今はしょうがないんで、ジャイロ頼みでちょっとだけジャイロオンにして、書くちょっとだけ動力を与えてみます。でもいい感じで飛びますよね。ということはこれサイドスラストだけ逆にしたら飛ぶんじゃねっていうふうに思いました。無理やり飛ばすという手もありますけど、ちょっとねもうこれはやめとこうと思います。サイドスラストを逆にします。でね、ちょっとだけねサイドスラスト勉強しました。この位置につけたら主翼の主翼にかかる、の風ですね。で、反対方向に、反対方向じゃないや、回転方向とは逆の方向に向くね、この運動は、ないです。だってそうですよね。通常プロペラはここについてるわけですよ。でここで風を後ろに送るということは、この翼と左右、この翼、左右の翼で受ける風がね違うんですよね。なのでこっちに傾くっていうこともあるんですけども、主翼の影響を受けないですよね。なので違うんかな。だからこっちでいいんかな。おかしいですよね。でもこあれ、ちょっと待てよ。しもた、これプロペラ逆やん。これまあちょっとぐらいいいか。これプロペラほんまは逆です、これ。まあでもそれは効率がちょっと落ちるだけなんで、まあいいや。でもこっちに回るんですよね、プロペラ。こっちに回るんですけれども、こういう渦が巻いてるんで、この翼、このラダーですね、ラダーにはこれこう回るんで、こっちもこっちも両方当たるはずですよね、この辺だったら。なので真ん中にしてみようか、まずはね、っていうふうに思いました。プッシャー機は真ん中でいいんかもしれないですね。はい、というふうに思いましたね。ちょっとね、今日のところはもうこれにて終了にします。次回これを真ん中にしていきます。これグルーガンでね止まってるだけなんで、
ヒートガン当てて、で、ギュッてやるだけなんですけどね。はい、本日以上です。ではでは。